さあ、というわけで、ちょっとね、今回企画ということで、まあ、ケンツ、最近はやってないだろうけど、昔デモやってたんでしょ？昔やってましたね、まあ、学生の頃、はい。ってことは、まあ、どのカードが強いかは、まあ、大体わかるわけだ。大体わかりますね。最近も結構フラッツの動画見てるので、大体の。うん、オッケーオッケー。はい、オカルトアンダーゲインとかね、まあ、それはわかります。いや、それわかんない、ちょっと違う。でも、総合とかは。あ、オッケーオッケー、よかったよかった。まあ、だから、それで、まあ、大体、高いカードって強いのよ。まあそうですね。そうでしょ、はい、だからちょ今回高いカードと安いカード、はい、両方をちょっと視聴者に頼んで1000円で出品してもらったんよ。なるほどなるほど、うん、でケンツどっちか買ってよ。まあ高い方変えたらそれはお得だし、はい、まあ、安い方変えたら損するけど片方をやばいんですね、うん、片方はちょっと地獄。なるほどなるほど。でもう片方は俺買うわ。なるほど。あ、オッケー。じゃあどっちかは確定で。そう、どっちか確定で渋本当にグッドラックグッドラックですね。オッケーです。そう、はい、全4000円です。全4000、オッケーです、オッケーです。じゃあちょっと1問目からいきますか。はい。じゃあまず1つ目、サッバーカリバーの祝3ということで、祝3っていうのはシークレットの種類だ。はい、番号があるやつ、ね、そうだね。123ってあって、その3ですね。全くわかんない。これ1枚で1000円するかしないかと、うん、そう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 、そういう話ですね。めっちゃお得かもしれないし、そうね。まあ、トントン以上だね。あー、なるほど。1000円以上かもしれないし、はい、下はもうキリがないっす。なるほど、オッケーです、オッケーです。これとこれと、で、2枚目、そのまま押してもらうと、はい、GWD、これ2枚ですね。GWD、まあ、僕も、カードの効果見ていいんですよ。いいっすよ、全然いいっす。まあ、僕もやっぱね、プロのゲーマーですから、大体見て、OK。まあ、これちょっとね、順番に解説していこう、俺の方からも。OK、はい、です。まず GWD、6マナ5000で、バッドアクションダイナマイト2っていうのを持ってて、まあ、4マナで出してもいいと。はい、4マナで出すと、デメリット効果で、ターン終了時に破壊しないといけない。ドルガンチュリスってことですね。そう、一緒、はい。そう。で、スキラダッカー。で、場に出た時とアタックする時に、相手のクリーチャー1体とバトルすることができます。はい。だから、まあ、最大2面取れるわけね。はい。で、その代わり、このクリーチャーは可能なら毎ターン、相手プレイヤーをアタックしないといけません。クリーチャーにアタックできません。で、自分のクリーチャーがバトルに勝った時、カードを1枚引く。はい。以上です。で、これが GWD。種族はビートジョッキだね。ビートジョッキだね。で、4マナ出して、4マナ出して、その効果ってことですね。そう、で、スキルアタッカーで、で、出た時とアタックする時に相手のクリーチャー1体とバトルできる。で、勝ったらドロー。そう、勝ったらドロー。オッケーです、はい。で、サッバークカリバー。はい、こちらね、相手のクリーチャーがアタックするときに、自分のシールドにある表向きのカードを3枚裏向きにしても良いと。はい。まあ、だから、ね、表向きにするカードが別途あるのよ。はい。で、それを裏向きにすると、手札からタダでバトルゾーンに出てきます。はいはい、はい、相手のクリーチャーが攻撃するタイミングで出てきます。なるほどなるほど。で、ブロッカーで、ドラゴントリプルブレイカーっていう能力を持ってて、うん、トリプルブレイカーなんだけど、うん、ブレイクの前にブレイクする枚数分、山札からシールドを追加することができます。へえ。で、これシールド追加するとき普通に裏向きのままシールドとして追加してもいいし、はい、裏向きのシールドの上に表向きにして1枚置くこともできます。なるほど。じゃあ次につながることもできると。まあ、要はこれって合体した1つのシールドなんだ。あ、そうそうそう、はい、そうそうそう、はいはい、次にもつながるし、そう、そうね、2体目出すこともできると、はいはい、で、表向きのカードが3枚以上あったら、なんとこのクリーチャーはバトルゾーン離れません。パーフェクトギャラクシーと同じ、ね、そう、だから、まあ、じゃあトリプルブレイクすればもうそのまま3枚全部表もで表でやれば、はいはいはい、もうバトルゾーン離れなくなると。え、強くないですか。まあ強いよ。トリガー踏んでも表表表で置いておけば、表表表で置いておけば、そう、トリガー踏む前に先に表だから。なるほど、まあ、死なないよね。それでギャラクシーゲドってやつも、そう、もちろん表向きでカウントされる。いや、両方強くないですか。ちなみに両方強いです。え、ちなみに両方めちゃくちゃ使われてた時期はある。はいはいはい。サッバーク1枚に対して、もう一個の方は2枚です。そう、もう一個のは2枚だね。2枚セット。あー、いや、オッケーです。俺でも、これ選んでいいんですよね。まあ1か2かでもうラインで書いていて。はい、じゃあ俺はどっちにしますか。これで次第2問ですかね。はい、じゃあ次第2問。はい、まず1つ目、独眼竜、スピードアタッカーダブルブレイカーで、アタックするとき相手のクリーチャー1体マイナス5000、うん、で、鬼タイムっつって、自分と相手のシールドの枚数が合計6枚以下だったら、自分のクリーチャー全てにスレイヤーとブロッカーを与えます。なるほど。で、2つ目、ゾロスター、これは、誰も超次元ゾーンや GR ゾーンからクリーチャーをバトルゾーンに出せません、うん、超次元と GR 分かる。分かります、分かります。で、もう一個、相手はスーパーシールドトリガー能力を使えない。なるほど。おまけ、おまけなの。で、最後、相手のターン中にシールドが墓地または山札に置かれるとき、代わりに持ち主の手札に加える。まあ、今だから、シールド破壊とかが効かなくなるよと。まあ、一番メインの能力は、正直これ一番上です。まあ、要は、超次元 GR メタだと思っていただければ。なるほど。これ、両方、パッとしないな。両方でスーパーレアですもんね。そう。独眼竜、下の方が強そうであるんですけど、うん、独眼竜、この単にパワーとかだけだと、ちょっと弱い気するんですよね。そのなんか別にそんな派手ではない。まあそうだね。ってことは、はい、ってことはですよ、はい、なんでここに入ってんのっていう、逆を考えるんですよね。なるほどね、いいね。
なんか強いのかな。 OK です、選びました。はい、はい、これ俺はこれでいきます。 OK、 はい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 、3つ目、はい、ザラクマル、3コス2000で、出た時に自分のシールドを1つ手札に加えます、うん、ただしそのシールドリガーは使えないと。でその後に相手のアンタップシルクリジャーって破壊できます。強っ。で鬼タイム下で、さっきと一緒だね、相手の自分のシールドの合計枚数が6枚以下だったらパワープラス4000してダブルブリカーになります。なるほどなるほど。3マナ6000ダブルブリカーだね。え、強いっすねこれ。強いっすね。で2つ目、流星ホール、はい、火、水または自然のコスト7以下のサイキッククリーチャー1体墓地から、墓地じゃない、サイキックゾーンからバトルゾーンに出すことができます、はい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 、で1枚引くか3000以下のクリーチャー1体破壊するか1マナ加速、フェアリーホール、エナジーホール、ボルシェコールが混ざってるやつ。そうだね、まあ、どれが好きなやつを選べるとが4枚セット。これ両方強くないですか。ちなみに両方強いです。両方強いですよね。ちなみに両方強いです。ジャドク、うわ、なんか両方ジャドクマル1枚でね、こう2タイムに近づきつつ盤面除去もできて、いやでもまあ多分いろんなデッキに入るとかって考えたら俺はこれを選びますね。これで、はい、はい、じゃあラスト、はい、1枚目、バックトゥーゴークーチャー、キリフラッシュ5っつって、自分のクリーチャーの攻撃の終わりにそのクリーチャーが、まあ、シールドブレイクしてれば、はいはいはい、まあ、シールドブレイクした終わりに5マナタップするとこいつ8コツとって書いてあるけど5マナで出てきます、はい、まあ、だから実質5マナだと思っていただければ。でスピードアタッカーマッハファイター、マッハファイターってのは場に出たターン中に相手のクリーチャーにアタックすることができます、はい、これはアンタップしてるクリーチャーでも殴れると、はいはいはい、でダブルブレイカーで最後、このクリーチャーがアタックするとき山札1枚目を、表向きにしてそれがジョーカーズクリーチャーだったらそのままバトルゾーンに出てきます。だまあレンドラのジョーカーズ版、はいはい、あのバルガライザー、ね、そうバルガライザーのジョーカーズ版だと思っていただければ。で、強そうだな。2枚目、はい、ミステリーキューブ。ミステリーキューブ知ってる？あ、知ってます知ってますのプロモです、はい、なるほど。これはもうそのままこれはさすがに、結構俺全問正解しちゃったんじゃないですか。なるほどね、はい、というわけで勝敗の方ですが、はい、まず 1問目、はい、これはサンパークが400円ですね。 GWD が1400円です。お、ってことは俺の勝ちですね。勝ちは、はいはいはい。で2枚目、はい、毒眼竜、これめちゃくちゃ弱いように見えるじゃん、はい、これでドギラゴンドバで出せるんよ。はいはいはい、まずね、まずドギラゴンドバで出せると。なるほど。であとこのロッコストっていうのがね、結構絶妙で100機のジャオモンっていうねちょっとすごい呪文がありまして、はい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 、どっちかのシールドがない時にまあなんかいろいろあってタダで唱えれる呪文なんだけど、はい、山札4枚めくってまあそっからコスト6以下のなんか非か闇のクリーチャー場に出すみたいなやつで、はいはいはい、それでこの毒眼竜を出すとめちゃくちゃ耐久できるんだわ。あー、ブロッカーすり合いになるからね。自分であと除去もできて、そうそうそう、でめっちゃ耐えれるってことで、毒眼竜が実は今1000円します。おお。でまあゾロスターは100円ですね。あっ、めっちゃ良かった。そこが正解した。えで3枚目、これはジャドクマルの方が高いんです。えジャドクマルが4枚で1400円ぐらいします。はいはいはい。で流星ホールはもう4枚2300円ですね。マジっすか。実はこれめちゃくちゃ安いです。え両方強いんだけど、はい、まあ、このジャドクマルめちゃくちゃ強いやん。もう、はい、強いです。実際クソ強いのよこれ。だって3コスで、そう3コスで回収、そう回収破壊でダブルブレイカー、弱いわけがないんだよね、弱いよね、普通に、はい、まあ確かに。でもこれは流星ホールも弱いわけないですよね。そうなんだけど、はい、ジャドクマルの方がやっぱ強かった。3コストってのがでかいね。あ、速さ重視。今超次元がねあんまり強くない、そもそも。あ、そうなんですね、うん、そういう環境だから。で、最後がこれはまあシンプルにバックトゥーザの方が高いですね、はい、うん、バックトゥーザが、1000円ぐらい、ミステリーキューブがまあ300円ぐらいですね。あ、じゃあ1個だけか。そうね、3勝1敗ですかね。じゃあ割と、うん、そうね、俺が今結構今冷や汗やばいっす。よく俺相当やってるのかなと思ったんですけど、俺買うのか。いやいいっすね、あのゾロスターかっこいいんで。毒眼竜やっぱ強いんすね。そうね、毒眼竜強いんよ実は。いや出た当初多分雑魚ですか。これぶっちゃけ騙せるかな。いや毒眼竜はね、いや、はい、まあ強いか、いや強いけど、まあ、どうせこれ使わないやつやろうみたいな感じの雰囲気やったよね。はいはいはい。でもねやっぱ結構強かった思ってるんですよ。でも、まあ、正直最新環境にはあんまり入ってはいないね。ゾロスターなんで弱いんすかこんな。ゾロスターはまず他にかなり優秀なそのメタカードがあって、はい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 、例えば今一番最新のカードにトコシエの超新というすごいすげえバゲモンみたいなカードがあって、はいはいはい、1マナ4000で手札以外からまあクリーチャーを出そうとしたらマナに飛ぶっていう能力してんのよ。やばい。つまりそれって超次元からクリーチャー出ないし GR からも出ないんだよ、はい、でそれが1マナ4000のクリーチャーを持ってんだよね。
そうですね、しかも自然で。はい、ってことはまずゾロスターを入れる必要がないと。まあ確かに。こんな2マナの、ね、カード入れる必要なくて。でしかもこの常識の超人、新しい能力でガードストライクっていうのを持ってて、はい、シールドブレイクされた時にそれが常識の超人だったら、相手にこうやってチラッて一瞬見せれるんよ。はい、で見せたら相手のクリーチャー一体止めれるんで。やばくない？そう、やばいよ。だからシールドトリガーみたいな能力も持ってるし、はい、そういう能力も持ってるしっていうバケモンスーパーメタカードがあるから、はい、ゾロスターはもう一切使われない、ね。ゾロスター1コスでも使われない。まあ、ゾロスター1コスでも常識使うかもしれない。なるほど。いや、まあ、デッキのカラーリングによってもしかしたらゾロスター入るかもしれないけど、まあ基本的には多分特殊でいいね。そんなゾロスターお買い上げですからね。ああ、ちょいわ。そのトコシエのなんとかは1枚何円ぐらいするんですか？トコシエはノーマルカードなんで普通に安いです。あ、そうなんだ。そう、ノーマルカードよりあれですね。買うのやばいっすねこれ。いやでもマジで全部違うって言われても気づかないっすね正直。ガチキショいんだけど。いやサッパーク良くないですか？なんか。え？サッパークなんかダガーついてるしかっこいい。それにもっと安く買えるんだよ。だるすぎだろこれ。買うのやばいっすね。しかもフラッツさんが多く買うって。そう、やばいだろこれ。何にもならない。結構いかれたな。いや俺正直半分は間違ってくるかなと思ってたのよ。はい、まあでもそうですね。いや割と意外だったのは。はい。2問目だね。そう、毒眼竜の強さは俺気づかないと思ってたんだよ。はい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 。これなやっぱちょっとミグル着眼点ですかね。うぜ、ん、はい、ガチうぜ。まあミグ着眼点というか、まあそうなんですよね、この出題者の意図といい、うん、まあそうだよね。ちょっとあまりにも露骨だったよね。なんか書いてあることが一見強くねえんだよな。そうなんですよ、割となんかまあいや普通みたいな。安直に行ったな。逆に安直だったな。あ、でもブロッカーとスゲイヤーが強いんですね。なるほど、耐久ができるから強いのか。そうそうそう。はい、じゃあもう全部買いました。ありがとうございます。俺も全部買いました。ああ終わりだ終わりだ。誰だこの客観がいたやつ。伝わりました。フラッツさんがね。いや、これちょっとガチで次リベンジします、はい、もっとなんかもういやー、うん、悔しい。マジで死んじゃうぐらいのやつやっちゃいましょう。オッケー、終わって。レート高めでなんかもう吹っ飛ぶ。どっちかマジ知らんぞマジで。もういいっすよ、俺もう終わって見極めかけるんで。じゃあそれで、はい、というわけで今回は以上です。お疲れ様でした。ありがとうございました。